御堂筋カッポにおける歩行者天国の様子。淀屋橋交差点から南を望む市役所前ステージで行われた大阪府宮崎県領知事のトークショー御堂筋カッポは大阪のメインストリート御堂筋で5月の第2日曜日に開催されていたイベント。主催は財団法人大阪21世紀協会。 財政難による大阪府と大阪市からの事業費削減を理由に2007年をもって、御堂筋パレードを廃止し、規模を約半分にして、橋本通る大阪府知事や平松、国を大阪市長らの提案を入れて、市民参加型のイベントとして生まれ変わったものである。開催期間中は、御堂筋が歩行者天国となり、各地でミニコンサート、全国各地の物産展、 スポーツイベントなどが開催される。2008年の初開催時には、物産展に、橋本知事や東国原秀夫宮崎県知事が姿を見せ、この二人のトークショーが行われたほか、スポーツイベントでは、陸上の朝原信春選手やため末大選手らが50メートル走などを披露した。当初は、梅田新道から本町の間で開催され、 同時に中野島で行われた中野島は大きな小舟とリンクしていたが中野島は大きな小舟は一回限りの開催となり2009年からは開催区間が淀ド橋交差点の南側から震災橋駅に近い新橋交差点の北側間に変更されているまた2009年からは船場祭りとリンクして開催されている2013年は財政難や 大阪マラソンとの兼ね合いにより、市の主催する、御堂筋フェスタと同日開催に改められた。開催区間も、御堂筋の旧太郎町三丁目交差点南馬駅、西口交差点の北側に変更されている。2014年は、御堂筋フェスタと統合され、御堂筋ョイフルとして4月29日に開催した。開催区間は、新橋交差点から南馬駅西口交差点まで。 NHK と関西民放の地上デジタル放送推進大使は全社局が一致団結しチーム2011を結成してテレビジョン放送の完全デジタル化 PR を行っていたチーム2011は前身の未スジパレードの時代からパレード隊として参加しておりその席でテレビデジタル化 PR を行っているただ同日にイベントが重なると そちらを優先するケースもある。なお、カップ第1回の2008年は、同月実施の1000日前での1000日前イベントなどを優先し、参加しなかった。参加した該当者は以下の通り、ありがとうございます。